え？あ、言ってて、悪いやつさ、ぼーっとしてて。いった、だから気をつけてってあれほどと、目を開くと、俺の前にあずさの顔があった。俺の名前は守る。どこにでもいる普通の高校2年生だ。俺には幼馴染がいて、名前はあずさ。家がお隣さんということもあり、家族ぐるみで仲がいい。あずさの家は両親共働きということもあってか、家事全般をあずさがやっていて。はい、お弁当。いつも悪いな。作りすぎちゃっただけだから気にしなくていいって。そんなに手間じゃないし。と、あずさはいつも俺にお弁当を作ってくれる。しかもこれがうまいのなんの。あずさって料理うまいよな。まあね。うお、腹立つ。まあ毎日作ってたらそりゃ嫌でもうまくなるよ。それもそうか。ちなみに、守るってお弁当のおかずだと何が一番好き？圧倒的卵焼き。甘いやつでしょ。卵焼きといえば甘いやつだろうよ。守るは好き嫌い激しいからね。毎回お弁当の中身を考えるのに苦労するよ。ん？いつも作りすぎたやつの余り物じゃなかったっけ？あ、今のなし。聞かなかったことにして。おう。あずさはお弁当だけじゃなくて、よく俺の世話を焼いてくれる。守る、朝だよ、起きろ。あと5時間。5時間？そんなに寝てたら遅刻するでしょうが。いつもごめんね、あずさちゃん。その子、あずさちゃんじゃないと起きなくって。気にしないでください。私も好きでやってますから。本当にいつもありがとうね。あずさちゃんが守るのお嫁さんになってくれたら安心なんだけどな。ちら、何言ってるんですか？顔真っ赤にしちゃって可愛いわね。なあ、こら、寝るな！と、朝起こしに来てくれたり。ほら、制服のネクタイ曲がってるよ。だらしないな。そう言って、彼女は俺のネクタイを直してくれた。なんか、新刊さんぽい。何恥ずかしいこと言ってんのさ。などなど、本当にいろいろやってくれる。俺は結構ぼーっとしてることがあって、周りからよくマイペースだなぁと言われる。服装とかにも無頓着だし、自分がマイペースである自覚もある。だから正直、あずさが俺の面倒を見てくれるのはとても助かっていた。とはいえ、やっぱりいつも面倒をかけているのは忍びないので、たまには俺もあずさに何かしてやれないかと思い。なあ、あずさ。ん？なに？俺に料理を教えてくれ。え？どうしたの？急に。いや、いつも世話になってるし、何か恩返ししたいんだよ。そんな恩返しなんて気にしなくていいのに。もらってばっかだと罪悪感もあるしな。まあ、そこまで言うなら。ということで、俺はあずさに料理を教わることにした。翌日の放課後から早速あずさの家にお邪魔することになった。心配だな、守るってば。いつもぼーっとしてるから、うっかり指を切り落としそうで。任せろ、すぐにうまい飯を食わせてやる。その自信はどこから。まあいいや。じゃあ早速始めよっか。おう。それから俺は手取り足取り教わることになった。あ、違う、包丁の握り方はこうだよ。あれ、どうしたの？いや、ちょっと近い。あ、ごめん。あと、そんなこともありつつ、週に5日ほどあずさの家にお邪魔しては料理を教えてもらって、少しずつだが上達していった。俺があずさに料理を教わるようになってしばらく経ったある日のこと。学校が休みで、朝からあずさの家で料理を教わっていた。今は料理で使ったものを洗っている最中である。いやー、守るも最初の頃に比べたらだいぶ上達したね。そうか、まだ包丁で野菜しか切ってないけど。包丁がまともに扱えるだけでも十分だよ。火なんて使わせたら火事になっちゃうし。もしかして俺褒められてない？冗談。今度来た時には卵焼きの作り方を教えてあげようじゃないか。マジか。卵焼きか、甘いのがいいな。そんなことをぼーっと考えながら、洗ったものを棚に戻そうとして、ぼーっとしていたせいで俺はつまずいて倒れてしまった。あ、え、いってて、悪いやつさ、ぼーっとしてて。いった、だから気をつけてってあれほどと、目を開くと、俺の目の前にあずさの顔があった。
どうやら倒れた拍子にあずさを押し倒してしまったらしい。あずさもそれに気がついたのか、みるみるうちに頬を真っ赤になっていった。あの、どいてほしいんだけど。ぼー。いや、こんな時にまでぼーっとしないでよ。悪い。ただ、あずさってこうして近くで見ると結構可愛いんだなと思って。え？あ、ごめん。変なこと言った。あ、別に。どいてくれないの？ぼー。だから、こんな時にまでぼーっとしないでくれる？これ2回目だから。あ、我に帰った俺はすぐにあずさの上から抜いた。わ、悪い。まったくもうだよ。あずさは文句を言いながら立ち上がると、ほら、落としちゃったやつ洗い直さないと。割れやすい食器とかじゃなくてよかったね。おう、そうだな。まったく、本当に守るはダメなんだから。やっぱり私が面倒見てあげないと。なんか言ったか？なんでもない。早く洗い直すよ。おう。それから俺は落としてしまったものを洗い直して、今日の料理教室は終わりとなった。帰り際、玄関で靴を履いていると、後ろからあずさが、これからもビシバシやっていくからね、覚悟しなさいよ。分かってるや。俺は苦笑しながら、いつになったらあずさに恩返しができるようになるのやらと肩をすくめた。